静岡が本当のサッカー王国になるためには自分が戻った清水エスパルスがやっぱ強くなければいけない。やっぱりいつも優勝を争うチームでなければいけない。逆に言えば優勝しなければいけないと思ってやってましたよね。みんな清水のプライドってのあったんですかね。やっぱその92年93年のアビスコカップ両方とも準優勝だったんですけど、やっぱり誰一人もそれ納得していないし、それでいいと思ってる人は誰もいなかったですよ。助っ人と呼ばれる選手とも本当に戦いましたから、個性っていう部分ではやはり負けず嫌いが多かったし、勝つのが当たり前になっていて、やる前からサポーターも清水の市民もフロントもやる前から勝ってるっていう位置づけの試合が何試合かあったんで、だからもう自信っていうのはもうそういうレベルではなくて、もう使命みたいな感じであったことは間違いないです。高鳴る思いというか、エスパルスが成功しないと J リーグの成功はないと、こういうふうに周りからも言われてた。やってやろうと思いましたね。10チームの中では唯一本当に市民球団と、何としてでもこれこのチームを成功させて優勝させなければいけないという思いではありましたね。お互いのことをやはり小さい頃からみんな分かってますし、どういう特徴があってどういうプレーを望んでいるとかっていうのが集まればできる、これが静岡のチームだったんですよね。強くなるだろうっていう確信は持ってました。ある意味ずる賢いっていうか、相手を見ながらサッカーできるっていうのがやはりこの清水で育った選手たちの特徴っていうか、で必然と何を求められているのかっていうところの判断がみんなできるんですよね。相手の罠にこうはめながらボールを奪おうとかっていうのが、これができる選手たちが多かったですね。やっぱり、ね、国立でナイターで非常にこう綺麗だったんですよね。もうここで勝たなかったらずっと勝てないだろうってずっと思ってましたし、何か一つ踏ん切りをつけるためにはもうここでしかないってみんなの思いも背負いながら戦ってましたし、ある意味サポーターの方々の力が大きかったのかなっていう感じはしますね。佐野さんがねサポーターに向けてやったシーンというのは僕でも 今の頭の中でも脳裏に焼き付いてますけど、ああいうものがこう全てこう積み重なって、勝利というものにこうつながったんじゃないかなと。チームとしてタイトルを取った喜びっていうのはすごく大きかったんじゃないかなと思ってます。なくなると、消滅を仕掛けたという時に、本当に皆さんに助けていただいた。それを何とか恩返ししなければいけないと、それはもう勝つしかないっていう思いでしたので、あとチームの愛というかね、やっぱりよりアイデンティティを強くしたというか。もちろんその消滅危機の時にはたくさんのそういうオファーが各選手にあったと思うんですよね。でもそこはお金じゃない、男気っていうか、みんなのそこの残った判断だと思うんですよね。ここで育った選手たちが多かったっていうのも絶対ありますし、静岡が好きだっていう、それからエスパルスが好きだっていう選手が全員だった。全てやっぱりこう消滅危機からの乗り越えて乗り越えてっていう形が優勝ってものにつながるんじゃないかっていうのも証明された感じですかね。
優勝争いをするチームって一体感があるんですよ。ペリマン監督になってちょうど3バックやり始めて、まあ、相手も対応しづらかったっていうのもありますし、あのって感じですね。攻撃も良くて守備も堅いっていう、これがやはり静岡のサッカーだったな、まあ、それがうまく体現できてたシーズンだったんじゃないかな。確かにそのワンシーズン制として考えれば、まあ、年間最多勝率で間違いなく年間チャンピオンなんですけど、これはあくまでもセカンドステージのチャンピオンだけなんですよ。年間チャンピオンじゃないんですよ。だからまだ物足りなさはやっぱりこう感じてますね。嬉しいことより悔しいっていう記憶の方が残ってくるんですよね。なんかあの試合のあそこの場面ってすっげえ悔しいとかっていうのが結構ずっと残ったりとかしてるんですよ。それぐらいやはり自分への期待といろんな部分を背負い、プレッシャーを背負いながらずっと選手時代はやってました。変わらなきゃいけないっていうそういうクラブの思いと、もう一度強い静岡エスパルスというところを全国に知らしめようと。ベテランも若手も関係ないと、やっぱ練習でやってると使おうということで切り替えてからですかね、若手を使うようになったのは。いやもう行かなきゃダメだと、守ってては勝てない、リスクを犯さないと、J では勝てないというのは勝ち点すら取れないです。守って勝ち点1取れるようなチームはないというふうに思いますので、全ての試合に勝ちに行かない限りは勝ち点は取れないと。本当始まったらやっぱすごいまとまりあったし、試合に対してやっぱ勝つっていうところにみんな貪欲だったと思うし、個性が存分に出てたかなと、いい方に。素晴らしいチームだったなと思いますけど。まあ一人一人も自立してる選手が多いなって、まあもちろんその監督に言われた戦術とか相手の分析とかもあって、ただいざやっぱ試合始まったらそうならないことも多いし、サッカーなんで。ただその日その日でこう、今じゃどうやったらチャンスなのかとか、どこがこううちが今日は強みがあってとか、そういうのを多分まあ瞬時にみんながこう判断できてたりとか、まあ言い合える関係でもあったし、みんながみんなで各々武器があって、それをこう最大限発揮するっていうことができてたんじゃないかな。それこそホームでやったら絶対負けるっていう気は全くさらさらなかったから、まあ勝つだろうっていうか、勝とう、まあ、うん、勝てるだろうっていうふうに望んでたから、まあ、そういう自信もありましたしね。いや本当一人一人の技術が高いチームだなっていうふうに思いましたね。バランスも取れてたし、与えられたポジションでそのスペシャリストじゃないですけども、そういう選手が備わっているチームだなっていうふうにはすごく思いましたね。システムはまあ4-3-3みたいな感じな、ちょっと変則な感じですけど、まあ四線がいて岡崎、順吾がいてで、ね、僕と兵藤でタクが
ボランチして、なんかこうその前の組み合わせがすごくハマってるというか、おのおののポジションがすごくこう個性で溢れてたんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、本当にこう誰が出ても遜色ない、ね、変わらないサッカーができたっていうのはすごくありましたよね。やれてたことができなくなってたりとか、なんてことないところのミスとか、普通が普通じゃなくなっちゃうというか、勝ち慣れてないっていうか、戦い慣れてないっていうかのが出ちゃったのかなと、本当に心残りですね。やっぱりタイトル取れると違った景色が見えると思うし、それを経験したことによって個人的にもチームとしてもやっぱりレベルももう1個2個って多分上がってたと思うから、やっぱりあそこで取れなかったっていうのは、うん、本当に悔しいし、なんか甘かったんだなっていうのは思いました。あのメンバーでタイトル取れないのかっていうね、気持ちはすごくありましたよね。なかなか目の前に軽く手が届きそうで届かないっていうね、なんかそういう中で自分が入ってそれが変えられたらなっていうふうに思ってたんですけども、まあ運がなかったんじゃないですか。あのメンバーで取れないっていうことの方が不思議だぐらい、多分周りからしたらここのチームやりたくないっていう、ね、メンバーが揃ってたと思うんで、なんで取れなかったんだろうという自分自身の自問自答しながら、本当決勝でサポーターに喜んでもらいたいっていう思いが、まあ、成就できなかったというか叶えることができなかったので、もうそれだけ心残りで、あの自分自身でかけがえのない本当に6年間だったというふうに思いますので、本当にもうね、感謝しかないです。また本当新しいチームになるんで、すごくそれってすごく難しい、はい、で本当主力のね大半半分以上がいなくなってしまったっていうのはすごく、まあ、チームにとって大打撃でしたし、僕自身もまた新しく一から作らなきゃいけないっていう作業がまた大変でしたよね。まあ、ただね、若い子だとか今までチャンスがなかった子たちにもチャンスが巡ってきたっていう部分では、まあ、いいことではあったかもしれないですけど、機敏に動ける選手は多いんですけど、こう考えるとかそういった意味ではまだまだ経験だとかっていう部分が物足りない感じはやってて感じましたけども、もう本当にそういった戦力としては非常に申し訳ないですけどダウンしてしまってたんじゃないかなというふうに思いますけどね。自分が行った時ってやっぱりエスパルス上位にいたし、やっぱり強くないとエスパルスはダメだと思ったので、エスパルスがより強くより魅力的になるために、自分のこう外に出て経験してきたことを全てこう歓迎したいな、本当にエスパルスが始められて本当に良かったと思ってるし、また最後そう始めたクラブで終われたっていうのも本当に良かったですし、まだ本当にもう感謝に尽きますよね。僕も海外とかかなりこう行ってるんですけど、より街が海外って一体感すごいんですよ。
でもここってそういう色を持ってるんですよ、オレンジ色って。で町全体もやっぱりオレンジになるし、で町自体もエスパルスを応援してくれるっていう、その象徴で我々もなければいけないっていう感じではいますので、何を求められてるかっていうところも意識しながら、負けたらブーイングされるのは当たり前なんですよ。でもそのプレッシャーの中で何ができるのかっていう話なんですよね。勝負事なんで絶対に勝たなければいけない、そこにどれだけこだわれるかっていうところだと思うんですよ。選手は結果で返すっていう、ここがもっと強くなってくれば必ず強いエスパルスになると思います。年を召した方から子供から、本当にこう皆さんがサッカーが好きで日常にあってっていうのはやっぱり静岡しかないというふうに思いますので、そういう地域が選ばれてまた30年も続けることがね今できていると、そこにプレイヤーとしてまた監督として関われたっていうのは本当に自分自身幸せなサッカー人生を送らせてもらったなというふうに思っています。母体のないチームが10チームに入ったんだ、恥ずかしいサッカーはできない、上を目指さなければ周りに対しても失礼であった、使命であった宿命でもあったわけですよね。オリジナル10に入ったってことはですね、だからそれが薄れていって、今エスパルスが清水でどういうサッカーをやらなければいけないか、どこにいなければいけないかというのをもう一度しっかり確認して、らしさを出すには静岡出身の上手い選手を全員戻すんですよ。またもうサッカー小僧、もうサッカーの大好きなやつらがもう一度集まって、その選手たちが躍動すれば静岡らしさってみんな呼ぶんじゃないですかって。だってそれを できた町って、だから日本中に静岡しかないわけです。そこをこだわってチームを作ったクラブは1チームしかないんですよ。